はじめに、今回のテーマは不祥事や事件を起こしてしまった漫画家の第2弾です。第1弾が好評だったので続編をお届けしていきます。やはり皆さんちょっぴりダークなネタがお好きなんですね。前回の第1弾が気になる方はぜひ合わせてご覧ください。それでは早速ご紹介していきましょう。野々村秀樹。最初にご紹介するのはそれゆけマリンちゃん、ファントム霊、心霊調査室オフィス霊などで有名な漫画家野々村秀樹氏です。作風としてアクション性の強いものが多く、同人作家として同人活動も行っていました。そんな野々村氏は住居不法侵入の容疑で逮捕され、その後強姦罪で再逮捕されています。被害者の女性はなんと野々村容疑者のアシスタントでした。アシスタントの女性は胸までのストレートヘアに目元のはっきりした顔立ちで、女優の友坂理恵を想像させる美女だったそうです。ロリ巨乳キャラしか描かないことでも有名な野々村容疑者、理想の女性像だったんでしょうか。ちなみに事件当時の様子が被害者女性によって語られています。当時被害者の女性がアパートの自宅に入った途端、口にガムテープ、目にアイマスクで塞がれ、両手を背中で手錠をさせられたそうです。その後両膝両足首をロープで縛られるなど、内容もかなりショッキングだったそうです。漫画家だけにそんなことが起きるのは漫画の世界だけだろうと思った方もいるかもしれませんが、犯人である野々村容疑者が全面的に認めているため全部が嘘とも言い切れないようです。この事件は週刊現代で大きく報道され、世間に衝撃を与えました。続いては長島真嗣、風天、漫画家残酷物語、柔道一直線などで知られる長島真嗣氏です。長島氏は漫画家を目指し中学を中退しています。1952年発表の三書のピリちゃんでデビュー、1961年漫画界の舞台裏に肉薄した不朽の名作漫画家残酷物語を発表、ガロなどの青年誌に数々の作品を発表し、その私小説的作風は当時の若者たちの心をわしづかみにしました。そんな漫画家としては素晴らしい才能を持つ人物でしたが、1980年11月16日大麻不法所持で逮捕されています。この頃から漫画は半ば引退状態となり、主にイラストレーターとして活動するようになったそうです。次は山本秀夫。続いては青年漫画「殺し屋1」「ホムンクルス」「のぞき屋」などが代表作として挙げられる山本秀夫氏です。山本氏も大麻所持で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けました。この事件について漫画界の大麻汚染と騒がれることを恐れて、小学館が電通を使って各マスコミに対して山本逮捕を一切報道しないように圧力をかけるように要請したそうです。同時に作者の公式ホームページも閉鎖され、小学館のサーバーから山本秀夫の文字が全て削除されるといったことが起きました。当時2003年より週刊ビッグコミックスピリッツで連載していたホムンクルスという作品がありましたが、山本氏の大麻取締法違反の容疑で逮捕された影響で、ビッグコミックスピリッツ2008年28号を最後に休載していましたが、2009年34号より連載再開、無事2011年12月号で完結しました。この作品は独特の世界観が話題となり、現在の累計発行部数は400万部を突破しています。主人公は記憶も社会的地位も失い、頭蓋骨に穴を開ける実験テレパネーションを受け、左目で
人間の潜在意識が異形となって見えるようになってしまった男。山本氏は当時西新宿でのホームレス生活や睡眠療法について学ぶなど綿密な取材を行った上で連載をスタートさせたそうです。また2021年に主演綾野剛、監督清水崇で実写映画化され、後にネットフリックスで独占配信されました。それだけ話題の作品だっただけに連載が再開されたんですかね。次は小畑健。続いては光の子、デスノート、バクマン、プラチナエンドなど作品の多くがアニメ化もしている有名漫画家小畑健氏です。小畑氏は2006年に刃渡り 8.6cm のアーミーナイフを自動車に搭載しているのを見とがめられ、銃刀法違反で逮捕されました。小畑容疑者はその後、キャンプに使うために持っていた、申し訳ないことをしたなどと供述しています。当時午前0時半ごろ、小畑容疑者は東京都練馬区大泉町の路上で車を運転していました。その時左側のヘッドライトが切れた状態のまま運転していたため、巡回していたパトカーに見とがめられます。職務質問を受けている時、車内のコンソールボックスに折りたたみ式のアーミーナイフが入っていることが発覚。車のキーについているアクセサリーに取り付けられていた一見小さなナイフでした。しかし長さを調べたところ、刃渡り約 8.6cm であることが発覚。刃渡り 6cm 以上の刃物を所持することは違法であるため、銃刀法違反により逮捕されることとなりました。小畑容疑者は決して犯罪を計画していたわけではなく、しっかりと反省も表明したため、すぐに釈放されています。その後は復帰してバクマンをヒットさせ、2023年現在も第一線で活動を続けています。連載作品の掲載元である週刊少年ジャンプを発行する集英社側も復帰は問題ないと判断したようです。釈放された正確な時期は不明ですが、おそらく懲役か罰金の選択を迫られ、罰金を払って釈放されたのではないでしょうか。大ヒット作を手掛ける売れっ子漫画家ですから、多少の罰金を払っても痛手ではなかったに違いありませんね。次は押切蓮介。続いてはデロデロ、夕闇特攻隊、ミスミソ、プピポー、ハイスコアガール、ホムラの目などの代表作を持つ押切蓮介氏です。逮捕のきっかけとなったのはアニメ化も決まり、累計110万部を売り上げていた自身の作品ハイスコアガールでした。90年代のゲームセンターを舞台に少年少女の青春群像を描いたこの作品の連載中、劇中で SNK プレイモーという会社が所有するゲームを無断で描いたとして、著作権物の無断使用を理由にスクエア・エニックスへの刑事告訴が行われました。同年8月5日にスクエア・エニックス本社が家宅捜索を受け、翌6日の報道で押切も事情聴取を受けたことを報道されました。2014年11月、大阪府警より著作権法違反容疑により書類送検されます。なお本人は否認をしていたものの、大阪府警は刑事起訴を含めた厳重処分を意見しています。ちなみにこのハイスコアガールは実在のゲームが登場するのが特徴で、プレイモア著作権を管理している旧 SNK 社の場合には、龍子の剣、画廊伝説、ザ・キング・オブ・ファイターズ、サムライ・スピリッツといったゲームが登場しました。当時単行本は全国の書店から回収されて販売中止となる事態に。月刊ビッグガンガンでの連載も休止していました。まとめということで、今回は
過去に事件を起こし逮捕されてしまった漫画家第2弾を紹介してきました。第1弾とは事件の経路がちょっと違い、少しショッキングなネタが多かったかもしれませんね。ちなみに様々な経歴はあれど、紹介した漫画家の作品はどれも素晴らしいものばかりです。もしこの動画がきっかけで知ったという方いたら、ぜひ代表作を見てみることをおすすめします。こういったちょっぴりダークなネタを他にも聞いてみたいという方は、ぜひコメント欄でリクエストしてくださいね。今回もご清聴ありがとうございました。